はい、どうも皆さんこんにちは、のです。今回ですね、ゴッドミッション10段シークレットの悟空ブラックを使ったデッキの紹介をしていきたいと思います。低レートデッキということで、まずはですね、ジャークリューミッション7段 SR の、モアね、こちらを入れてみました。これはですね、ちょっと、古いカードなので、お持ちである方が少ないかなと思うので、代用は、仲間へ託す思いとか、そんな感じで変えてもらって構いません。そして今段 CP の暗黒とはで、ゴッドミッション9段SR の、時の海洋神で、アバターはですね、バーサーカータイプなら種族レベルは問いません。ではね、まずラウンド1からの動かし方から、説明していきたいと思います。まずラウンド1はですね、ラウンド1の開始時ですね、暗黒とはの闇のオーラ、こちらでバトル開始時、敵チーム全員のヒットポイント回復効果とサポーターにした時の強化回復量を超、半減する、これを発動します。一応対人戦とかだと、あのロボステータスで上がるヒットポイントとかもね、半減できたりしちゃいます。でこのラウンドは悟空ブラック1人を戦闘力1000以内において、時の海洋神の仲間への指南を浴びせて、作戦決定です。はい、仲間への指南ですね、サポーターにしてリンクラインを当てると、その仲間が必殺技を発動できるようになる。で自分チームの攻撃時ですね、攻撃した時に、必殺技発動時ですね、敵に超強力な気力ダメージを与え、また自分のパワーが永続で2倍になり、気力が全回復する、毎回ですね、こちらを発動させに行くような感じでね、で、ゴクブラックある程度チャージインパクトのスピードが、速いので、攻撃時だったらまだ問題ないんですが、防御時ね、凄まじいプレッシャーとか来ちゃうと、押せなくなっちゃうんで、それで、気絶ね、バーサーカーなんで気絶しちゃうんで、そこでちょっとね、モアのね、こちら、言うの忘れてましたが、サポーターにするとそのラウンド中は自分チーム全員、アタッカー全員が気絶しなくなる1回限りですね。で、攻撃した時にね、必殺技を発動して、自分のパワーが永続で2倍になるんですがね、元が5400、あるので、2倍にしても1800なんですよね。で、これ1ラウンド目から1万5000以上を目指すときはですね、ヒーローバッジのロボステータスがある程度必要なんですよね。2100ポイントかな。それだけあれば、元のパワー値が7500になって、2倍にするとね、1万5000届くんで、結構ね、パワーボーナスが必要なんですが、そこはあんまり考えなくてね、いいかなと。ラウンド1はね、この悟空ブラックの攻撃を浴びせて終了です。で、ラウンド2ですね。ラウンド2はですね、自分チーム全員を、出せる限りアタッカーにして作戦決定です。悟空ブラックがね、自分のアビリティ気力が 全回復しているので、全員出すと、戦闘力1万5000で、アサルトスカウターとかクイックボーナスとかね、合わせれば、1万6000円ぐらいですかね。気力妨害とか、なければね、そんな感じで、エナジーは、必殺技が全員打てるぐらいね、溜まるかなと思います。で、自分チームの攻撃陣ですね、こちらの暗黒トアの、時空転送ゼノをですね、2ラウンド目以降のアタッカーにすると、暗黒魔界の戦士を時空転送して大ダメージを与え、攻撃した敵の、パワーとガードをマイナス2000、永続ですね。でボタンアクションに成功すると、効果がアップする。でちょっとねボタンアクションが難しいかなっていう、あの反射神経がちょっとだけ必要なので、失敗してもね、万が一失敗しても2000は削れるんで、敵のガードを2000削っちゃえばね、結構変わってくるんでね。で、敵が複数いた場合は、あのサーチスカウターとか、あると、この時空転送でね、ガードを減らしたところに連携アタックをしてくれるんで、そんな感じで、いいかな。で、このラウンドはバーサーカー連携をですね、暗黒とは悟空ブラック時の海洋神でアバターですね、を浴びせて、KO といった、流れで、そんなに火力がですね、ちょっと今回は出づらいかなっていう気がするので、そこを、アバターでちょっと補ってあげたり、で悟空ブラックの、必殺技を超ブラックカメハメハなんですけど、こちらの係数がね、あの威力がちょっと低めなので、やっぱり、火力がちょっと低レートにした感じ、出しづらいかなと思うので、高難易度のところは難しいかな。仕留め損ねたらモアのね、最後モアブラストで追撃といった、感じです。はい、それではですね、今回ゴッドミッション10段シークレットの悟空ブラックを使った低レートデッキを、紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。